はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、ちょっと失礼。こちらネスカフェドルチェグストおうちスタバのカフェラテパイクロストコーヒー桜ストロベリーラテ、この3種類を飲みたいと思います。またネスカフェでおうちスタバですね。でもカフェラテって今まで出てたなかったんですね。通常はね、だからてっきり一度出たものかと思ってましたけど、そうね、ちょっと意外ですね。ではもう早速飲んでいきますね。まずはパイクローストコーヒーから。では飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。久しぶりのおうちスタバもいいものですね。期待以上のものもあればあれーなものもありますね。パイクプレイズローストコーヒーは苦めでかなり強い苦みが口の中にきましたね。なので結構大人向けのコーヒーだと思いました。朝の一杯にいいですね。カフェラテは飲んだ瞬間に結構まろやかで、ミルクの風味が口の中にふわっと香ってきて美味しかったです。先ほどのパイクローストコーヒーが大人向けなら、こちらは老若男女誰にでも愛される味といった印象です。でこちら桜ストロベリーになっていれば、まろやかさは確かに出るんですが、桜もストロベリーもちょっと香りが弱いかなっていう気がしました。まあ、家庭用なので仕方ない部分もあるのかもしれませんが、もうちょっと名乗っているなら欲しかった、そんな気もしますね。でこの中だと自分はこちらのカフェラテが一番おすすめできますので、こちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。